どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さんチャット見て、この輝かしいエンブレム、クロノスさんがですね、レジェンドに挑戦ということで、現在マイクラン5002ですね。そして、早速ですね、見ていきたいと思います。さあ始まりました。こちらクロノスさんが、タイタン1になっておりますけれども、こちらトロフィー星2で6取れたリプレイなんですね。なので、4996の時のリプレイでございます。はい、バーバリアンキングのフィスト、そしてまずですねヒーロー部隊で、こちら対空砲1本破壊していきました。そしてですね、やっぱり、ヒーロー2体と、そしてボールブレイカーで、もうなんていうんですかね、部屋の半分を削ってしまってるんですよね。これがですね、もうレジェンドですよ、レジェンド。でもクロノスさんがもうレジェンドになったリプレイなので、これ見ることあんまないですよね、その正直。そして今回編成がやはりラバドラということで、前の動画でも紹介したんですけれども、こちら星2の安定度っていうのがもうとんでもなくあるということで、クラン対戦でも使えるのではないかなという感じでございます。タウンホール8の方、このドラゴンの出し方ですよ。やっぱタウンホール8の方ね、ドラゴンビーって出すと思うんですけれども、レジェンドリーグに行く方もビーって出してます。はい、皆さんもう勇気持ってね、もうこれは別にレジェンドの方もこんな感じで出してんだよっつって友達にねドヤ顔しちゃってください、本当に。そしてまあドララッシュ、基本はドララッシュになるので、このシングルインフェルノが怖いんですよね。なのでシングルインフェルノを凍らしております。そして、そうですね、巨大クロスボウとかも一緒に凍らしております。そしてやはりですね、ここのタイミングでも 53%、 やっぱりトロ上げっていうのは、星1取れればぶっちゃけいいんですよ。まあ、ここら辺のレベルになってくるとですね、まあ、やっぱり私も4600までしか行って、4650ぐらいまでしか行ったことがないんですけれども、もう星1でももういいんですよ、正直。星2取れたらもう OKOKOK なんですけれども、星0よりは確実に星1取んないとダメなので、こちらクロノスさん星2で6ということで、もうですね、こんなリップですね、普通じゃ見れないと思いますので、ぜひとも皆さんこれ見て、レジェンド行こうかなとか思っちゃってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ツーロー。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。